宋氏三姉妹、左が総敬礼、中央が総もやどし、右が総美礼宋氏三姉妹は上海人の中国人女性で、夫たちと共に20世初期の中国における最重要な有力政治家である。彼女たちは自身の権力ある地位や夫に強く影響を与えて、最終的に中国の歴史の方向を変化させた。三姉妹の父親は、 アメリカの教育を受けたメソジストの総ヨシミ牧師であり、銀行業と印刷業で財を成した。母親は、ゲイカツラチン、または、中国共産党を支援した。1930年代には、総モヤド氏と、総ビレイの二人は中国で最も裕福な女性で、どちらも国民党を支援した。1937年、日中戦争の勃発時、日本陸軍に対して、 国民党と共産党が協力するため、10年ぶりに3姉妹は集まった。総うもや年は、負傷兵、難民、孤児を支援するなどの福祉事業に専念した。彼女は5台の救急車と37台のトラックを上海の陸軍と空軍に500着の革製制服と共に寄付した。女性国民党兵士を訪問する姉妹日本人が南京と武漢を占領したとき、 三姉妹は香港に移った。1940年、彼女らは重慶に戻り、工業が作者を設立し、織物、縫い物、他の加工品などの仕事の機会を与えた。姉妹は学校、病院、孤児院、防空シェルターを頻繁に訪問し、その過程で戦争で荒廃した地域を支援した。1940年代の最も重要な時期に、 両党は団結しなかったが、姉妹は資金供給とあらゆる国家活動の支援において非常に奮闘した。彼女らの結婚と背後にある同期は、総模屋霊、総美霊、総敬礼を順に言った。一人は金と数とは権力と数とは国家と結婚したというもう卓思想の言葉に要約されている。ありがとうございます。